また勝った、また勝った、また勝ったぞ。また勝っちゃったー。はい、どうもゆうです。確認なんですけど、他球団ファンの方はもう見てないですよね。ちゃんと冒頭で注意喚起しましたから。もう、ひいきが開幕5連勝したんで、もう、ポジりまくりますよ、今から。あいつらにはね、くれぐれもご注意いただければなと思います。本日、ホークス対オリックスの試合、今季第2試合目、5-0、勝利。あー、野球楽しい。はい、強いです。5試合やって、3試合が完封リレーと、総失点はわずかに4。で、ここまで相手チームに一度たりともリードを許してません。そして白星は全て先発投手。で、5試合やって、チームで与えたフォアボールわずか7個。打者見渡せばね、マッキー打率4割5分5厘、栗原くん3割8分1厘、3本塁打、10打点、中村明さん4割3分8厘、近藤健介さん4割2分1厘と。そりゃ強いてぇ。栗原くんの10打点に至っては、なんかチラッと聞いた話によると、楽天さんと中日さんの総得点をなんかすでに上回ってるらしいですね。栗原くんよかったなぁ。ほんとよかったな、グリオラ君。本日の試合はね、初回から点が入りました、オークス。まずは周東君がレフトへのツーベース放って、こんちゃんがフォアボール選び、ヒーターセンカンドゴロだったんですが、ワンアウト3塁になって、4番グリオラ君があっさりとセンターへのタイムリーヒット。先生。もうね、これはね、グリオラ流や、さよう！去年が嘘のようにポンポンって入りますよね。去年ね、なんかタイムリー欠乏症とかよく言われてたんですけど、まあ、それでも、去年、一昨年と2年連続でパリーグナンバーワン得点数だったオークス。まあ、そこにこんちゃんとグリオラ君が加わって、とんでもない破壊力の打線が出来上がってるわけであります。ああ、もう素晴らしいや。で、2回はね、コンちゃんがあっさりとセンターへのタイムリーヒット放って 2-0。で、4回表はツーアウト1、2塁から、またしてもコンちゃんが、一塁線破るタイムリーツーベースで2点が入りました。で、一塁ランナーが周東君だったんですけど、なんかスライディングすらせずに、あっさりとホームまで帰ってきてて、あ、やっぱこの人の足とんでもないわと思いましたね。原付き上回ってるだけあるわ。で、その後ね、5回表に、ノーアウト2塁から中村明選手がね、ライトへのタイムリーヒット放って5-0となりました。で、この後はもう特に何の動きもなくて、ホークスが勝利という内容でございましたね。先発の和田剛さんが、まあ、大体いつも通りって言ったらあれですけど、1巡目は無難に抑えて、まあ、2巡目ね、で、いつも失点をしてしまいがちな4回、ノーアウト1、2塁という結構な大ピンチ迎えたんですが、その後、ゴンザレス三振、野口選手も三振、9番、茶野選手をファーストライナーに打ち取って、まあ、結局は無得点に切り抜けたと。いや、これもでかかったですね。結果、和田さん5回無失点、勝ち星を手にしました。おめでとうございます。で、42歳での勝ち星が確か、球団最年長記録のタイ。更新したんだったかな。ちょっとどっちかあやふやで申し訳ないですけど、今後もね、どんどん最年長記録を更新していただけたらなと思います。和田さんさすがっす。もうアラフォーの星で、和田さん5回で降りてしまったんですが、その後は又吉、松本、津森、坂東というね、ほぼ勝ちパターンのガチガチの系統で逃げ切りまして、その4人のピッチャーをしっかりとゼロで抑えてくれまして、勝利という内容でございました。今日もね、結局フォアボール与えたのは和田さんの2個だけで、いやー、フォアボール減ったね本当に。どうやら去年は開幕5試合の時点でチーム全体でフォアボール21個も出してたみたいで、で、今、去年は21個、今年は7個、半分の1まで激減してるんですよ。もうね、コンちゃんも栗原くんももちろんすごいんですけど、個人的にこのフォアボールの減り方が一番すごいんじゃないかなと思ってますね。信じられない、ちょっと。本当に信じられない。良いわ、ホークス。おめでとう。最高や。もう最高や、このチーム。しかし、明日のオリックスの先発、山本由伸。ついに来たな、安野！釈然としないのが、金曜日お休み挟んで、同日で西武との2連戦があるんですけど、なんか噂によると、高橋コーナー平コンビが、ホークスにぶつけられそうとのことで、つまりですよ、明日からの3連戦、由伸、高橋コーナー、いや、もうむちゃくちゃじゃないですか、そんなの。なんでこんな開幕して間もない段階で、パリーグ包囲も光にはならんのですか。もうちょっとそっとしといてよ。大丈夫だって、もう去年開幕8連勝したのに V2 したんだからさ、開幕5連勝ぐらいでそんな、ちょ、やめてよ。早速ね、今度こそホークス進化が問われる時がやってまいりました。まずは明日ラスボス、早速ラスボス山本由伸です。まあ、ただまあ、今回のオリックスとのカードに関してはすでにね、2勝して勝ち越し決めてるんで、まあ、いい意味でね、気楽に下は挑んでくれたらいいんじゃないかなと思います。まあ、勝ってくれるに越したことはないですけどね。というわけでね、明日ももちろん配信しようと思いますので、よかったら皆さんぜひ夕方から遊びに来ていただければなと思います。お待ちしております。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつ。